はい、こんにちは。こんにちは。山田君です。本年もね、もう12月ですね。カウントダウンが始まってるんじゃないですかね。お忙しいです。お忙しいございます。はい。はい、ということでですね、今年もいよいよ2020年終わりですもん。ということで、2020年の外壁売れ筋ランキングっていうことで、今日お送りしていきたいと思いますので。いや。いや。いいですね。ということでですね、ご新築であったりだとかリフォームだったりとかで外壁をこれから選ぶっていう方向けにですね、参考にしていただける動画になると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、じゃあ早速進めていきますけど、その今日はですね、その洋業系メーカーの中でも、国内トップメーカーです、ケイミューさん、よく聞いたこともある方も多くいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、このケイミューさんの洋業系スタイリング2020年売れ筋ランキングベスト3ということで、はい、今日やっていきますけど、ケイミューの外壁材も大きく分けると2通り分けられます。一つは光セラで、もう一つがセラディール浸水パワーコートって言われてる、まあ塗膜ですねの違いです。なんで簡単に言うと、光セラっていうのはアクリルシリコンのクリアの塗膜が最後コーティングされてるんです。それによって光で、汚れをこう浮き立たせて雨で長い洗い落とすというような塗膜が塗られてるのが光セラなんです。で、浸水パワーコートっていうのは有機塗料ですねが最後こう塗られていて雨で汚れを落としますよっていう、そんな塗膜が塗られてます。なので光セラの方が若干コストは高いんですけど、その光で汚れを浮かせるっていうね、そういう付加価値がついた材料になってます。すごいです、ね、すごいんですよ。はい、ということで今日はこのセラディール浸水パワーコートの方のベスト3と、光セラの方のベスト3、ケイミューさんの外壁材発表していきます。はい、でそこをさらにちょっとまた細かく分けてですね、大体住宅で外壁を選んでいく時って、まあベースですね、主だった部分、まあ、面積の広い一番多く使う外壁と、あとポイントポイントで、貼り分けるというかですね、アクセントですね。なのでベース部門、そしてさらにアクセント部門っていうので、また部門も分かれてるんですよ。細かいですね。細かいランキングをですね、こう今回ですね、ケイミューさんからね直接情報をいただいたんでね、極秘情報です。まあ極秘だったら言うようだってことです。極秘ではないから、これを参考にして新築だったりとかリフォームの時の外壁選びに役立ててもらえればと思います。そうですね、はい、で最後の方にですね、番組最後の方にこの外壁のコーディネートをしていく上で、こんな色 の組み合わせにしていくとまとまりやすいですよっていうお話も最後させてもらおうと思いますので、ぜひそんな感じで最後までご覧ください。はい、ご覧ください。じゃあ早速行ってみますか。はい、2020年セラディール浸水パワーコートベース部門第3位はソティーレ16です。イエーイ。見えた見えた。どうしたの今日そのアイドって。はい、まあこちらですね、ソティーレ16、結構やっぱりシンプルなね、これ外壁、これがベースです。ベース色のサインになってます。じゃあどんどん敵いきますよ。はい、第2位です、モダンストライプ。いやー、決めよう。待ってました。待ってた。はい、これですよ。来ると思ってました。モダンストライプです。これはね、結構多く見られるんじゃないかなと。王道です。王道で、このストライプ柄、まあ縦ストライプ横ボーダーですけど、これはね、やっぱ金属サイリングでもねあったりする柄で、それを洋業系の方で表現したと。これ非常にモダンな、まあ名前から来てますけども、本当モダンな感じですね。まとめやすいんじゃないかなと思います。はい、ということで、ベース色いよいよ第1位の発表になります。気になりますね。何が1位なんですかね。それではセラディール浸水パワーコートシリーズベース部門第1位の外壁材は
クローフ16でございます。イエーイ来たね、それしかないですね。いやいや来た来た、予想通り、はい、ね、クローフ16で、この外壁材はね、やっぱりベースで選ばれること、確かにうちも外壁施工させてもらってるけど、ある、よくありますね。やっぱかっこいいんですかね。うん、なんかこういう組み合わせがしやすいというかね、なるほどね、うん、になっていくのかな。はい、そんな感じで今、浸水セラリールですねのシリーズの321と発表させてもらいました、はい、これベース色です、はい、でアクセント部分の方はサッといきますね。はい、第3位は、セラディール浸水パワーコートシュランク16、ね、こんな感じです。で第2位セラディール浸水パワーコート16板木目でございます。お、板木目、うん、板木目いいですね、うん、さっきのストライプの場合は木質はないんですよ。で この板木目っていうのは、まあ、字の通りオーガニックな感じですね、うん、そうそうそう、自然が自然な、ほんとそんな感じ引き立ちますね。で第1位もまだこれ板木目になってますね。おー、これ色が違うんですね。ボアブラウン、ボアライトブラウンっつってね、これ2位1位ちょっと明るめなんですかね。明るめ、色はねちょっとこっちがあってこれ、ね、3、2、1とちょっと写真出しておきますけど、はい、こちらがアクセントです。なるほど、はい、なのでこのベースのランキング3、2、1と、まあ、このアクセント321っていうのは別にこのサイン同士が合うよってわけじゃないですからね。うん、これはもうランダムなんで1と1を組み合わせてもそうそうそうかっこいいわけじゃない、かっこいいわけじゃない、ただこれはただ他の外壁材とも組み合わさってますから、はい、まあ、一応セラディール浸水パワーコートのランキングは以上になります。はい、はい、いやさすがでしたね。さすがですねこれね。それではですね引き続きまして、はい、光セラ部門になります。最高級、最高級、もうこれケイミューさんが誇る最上級というかね、最高級というか、この上はないですからね。この上ない、この上ございません。これを買うしかないですね。そう、いやそういうわけではない。そういうわけではないね。そういうわけではないですけど、ケイミューさん史上ね最高峰の外壁材光セラ2020年、はい、ベース部門でございます。はい、第3位です。はい、モダンスリット。いやモダンだよ。反応遅いじゃん、知ってる。はい、こちらも外壁材もですね、光セラ目が細かいですね、さーっと入ってるこの、ね、感じが非常にいいんじゃないでしょうかね。なるほど、ベース色としてはね。はい、ということで引き続きまして光セラ第2位の発表です。はい、ピオットー短いな。ピオットでございます。ピオット、ピオット、ピオット、おー、ピオット、ピオット発音がいいね。これが第2位にランキングされておりますね。チャコールブラックってことでね、うん、なんでこの柄なんですかね。またこれはちょっとまたさっきのねセラディール浸水パワーコートのソティーレと似てるようなね、やっぱあれなんですかね。うん、そういうストライプ系が、はい、とかが選びやすい、選びやすいんでしょうね。これチャコールチタンブラックになってますね、第2位、はい、モダンな色、モダンな感じです。それでは、光セラ2020年堂々のベース部門、はい、第1位の発表です。あ、気になる。光セラ2020年ベース部門第1位はピヨットあれピヨットピヨットのミルキーチタンホワイト、この色になってます。やっぱりピヨットなんですね。ピヨットです、このピヨット第1位、これ皆さん覚えててください。光セラ部門第1位に占めてますから、これピヨットさん、ピヨットのピヨットのこのミルキーチ、そうです、簡単に言ったら白です。あ、正確にはミルキーチタンホワイトという色になってますが、こちらが第1位です。清潔感ですかね。うん、
やっぱりこの光セラーのシリーズとか、この汚れを落とす系の塗膜が塗ってある外壁剤で、これ個人的な考えですけど、僕は本当白大好きなんです。外壁剤白、やっぱ今言った清潔感、うん、で本当に晴れてる日なんかはこうパンと光が当たるとね、日すごく綺麗、うん、でお庭があるお宅であれば緑も映えますしね。本当そうですね。ちょっとしたね、こう植木だったりとかそういうのも映えるので、白で光セラーで汚れを落としてくれますから、白ってやっぱ汚れ目立つじゃないですか。いや本当そうなんですよ、うん、なんでこの光セラーをでこのホワイト系の色を選ぶっていうのはやっぱり一員輝いていく理由がね、僕も分かりますよ。やっぱり光セラーだからこそ、こそのそう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 、汚れを落とす塗膜だからこそホワイトなんですよ。非常にね、なんか理にかなってランキングになってるんじゃないかなと思います。本当そうですね、はい、でここでちょっと引き続きまして、光セラーのアクセント部門、まあ、3、2、1とパパンと駆け足でいきますけど、はい、第3位はセフィロウッド。ウッドです。これアクセントはやっぱりウッド系がランキング入ってきてますね、だいぶかなり、はい、で第2位ディレクトン。ディレクトン、ちょっと細かいね、なんかこう石がこう積んだようなね、ああそれも自然な感じ、ね、自然な感じですね。そしてアクセント部門第1位がセラトピアブルーレウッド2っていうやつですね。ウッドです。これはまたウッド調になってますね。これはまたセフィロウッドのさっきの板木目だったりより、さらになんかこう細かいね、木目のこう質感というのか、よりなんか本物の木っぽい感じですね。ぽい感じが、リアルな感じが追求されてますね。いいですね。いやでもどうですか、このランキング。さすがですね、ケイミューさん。ケイミューさんね。これケイミューさんって言ったら、やっぱりこれ知ってる人はもう本当多いと思うんですけど、このやっぱ光セラっていうのが非常に有名です。でこの光セラーっていうのは本当僕もねおすすめですよ。汚れを浮かせて雨で洗い落とすっていうね、うん、雨が降らない時はどうするんだっていうねそれはちょっと疑問ですけどね。日本に住んでれば大丈夫ですよ。雨降りますからね。絶対雨降りますから、はい、砂漠に住んでるから大丈夫ですけど日本だったら大丈夫ですか。大丈夫ですかね。はい、それでですね、一応このコーディネート、外壁コーディネートっていうところで色の組み合わせですよね。悩みます、うん、なので今言ったこのランキングに入ってた外壁材もですね、だいたい4色5色こう色がこうシリーズ準備されてるんですけど、どれとじゃあどの色を組み合わせれば合うんだとかね、これまた自身の好みもありますし、やっぱり外壁外観なのでやっぱり人目につくものじゃないですか。だからちょっとそういうとこ気になると思うので、こんな色を組み合わせると、合わせやすいですよっていう部分でですね、ケイミューさんの方でですね、やっぱりホワイト系の色にはブラウン系の色、うーん、ホワイトをベースに持ってきたらブラウンでアクセントを放つというか、ね、そういうような色の組み合わせがいいっていう風に白出てきてますね。今回の光セラーのあれですね、ベースとアクセントの1位同士の組み合わせですね、うん、そうですね、大体そんな感じになってきますかね。あとまあホワイトをベースに持ってきたらブラックとか、うん、だからやっぱりこの洋服なんかともそうですけど、白って大体どんな色にもこう合わせられやすいので、そうですね、ベースにホワイト系を持ってきてアクセントにそういったブラックだったりとかブラウンだったりとかそういったものを持ってくる、うんうん、だからこう似た、僕ら僕の個人的な考えですけど、同じような色の組み合わせっていうと、まあ、ダメってわけじゃないですけど、ちょっとこうメリハリがないというか、そういった感じに見受けるので、原色をアクセントに持ってきてぼかしはベースで持ってくるとか、その逆もしかりですけど、色の差を作った方が僕はいいのかなと思いますね。今日の山田さんの格好もそうですね、黒ベースの、はい、白いマスクですからね白い T シャツねまさにランキングのための格好ですね。ピーコかお前はいいんだよ俺の服装は、こんな普通だからこんなの、はい、まあそんなところでね、外壁コーディネートといったところで、まあ、ホワイト、ブラウンでブラックかけるブラウンとかね、うん、うん、まあでもこれ見ると、ここちょっと映しときましょうか、このコーディネートランキングみたいなね、ああ、はい、組み合わせの色、はい、こんな感じになってます、うん、なんでまあ
好き好きですけどね、組み合わせは。まあでもそこら辺選んどけば、うん、飽きが来ないとか外れがないけど、ね、そう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 。だからおすすめコーディネートレイのこのホワイト×ブラウンのこの画像こんな感じですよ。はい、で結構やっぱすっきりね、まとまりますよね。そうですね、うん、で家の形にもよるんでね。それはありますね、うん、でこれホワイト系とブラック系はこちらですね、はい、こんな感じですね。でここにもう一色持ってきたりするとちょっとあんまりねガチャガチャしたりすることもあるのでね、好みなのでね、一概に言えないんですけど、大体2色ぐらい使ってコーディネートしていくっていうのがいいのかなと。そうですね、はい、思いますね。それでですね、今日最後になるんですけど、もう一つね、個人的なね、K ミュージシャンのおすすめ商材っていうのがね、僕あるんですよ。はい、あ、ヤマタクおすすめ。ヤマタクおすすめで、これは外壁材に使うことも当然できますし、中の方にも使っていけるんですよ。あ、両方いけるんですね。両方いけます。で、ちょっとしたなんか、例えば車庫の一部分だったりとか、なんか自分の部屋のこのテレビを置く一面とか、うん、そういうのを DIY で貼っていける品物なので、ぜひね試してみてもらいたいなと。ああ、いいですね。でそれがですね、このねソリドっていうこのこちら商品なんですね。ソリド。ソリド。デザインアワードにも輝いてますし、2018年19年と、はい、グッドデザイン賞とかね、デザインアワードを賞もらってますから。へえー、すごい。これがねまたねおしゃれ。うんうん、うん、でもうその材料がこう届いた瞬間からダメージ感がある。ダメージジーンズみたいな感じ。なるほど、うん、おしゃれですね。おしゃれだ。そこに何かこうアンティークなね壁が絵とか、うんうん、例えば自分のいつも映画見るテレビとか、うん、これ据え置くと非常にこれね感じてますから。あ、いいですね。最高の週末約束されます。週末いい言葉ですね、うん、最高の週末。映画見たりとか、はい、うん、まあ、僕お酒飲まないですけど、お酒飲む方なんかいいと思いますよね。いいですね、うん、はい、こちらでぜひねちょっとねソリド、ソリド皆さんご注目いただければと思います。はい、はい、ということで、本日の動画いかがだったでしょうか。K ミューさんのですねランキングになりましたね。はい、はい、いや楽しかったですね。そうですね、これぜひねまたね今依頼中なんですけど、はい、続々と各メーカーさんの2020年ランキング情報収集に当たってますんで、そちらまとまり次第またね別メーカーさんのランキングもですねやっていこうかなと。おー、楽しみです。楽しみです。なので2020年もここまで来てますが、2021年、ご新築だったりとかリフォーム、外壁張り替えようとか新しい外壁張ろうっていうところでね、お考えの方はぜひ参考にして、また次回のランキング動画も楽しみにしていただければいいんじゃないかと思います。はい、はい、ということで、チャンネル登録と、高評価よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。